妖精に助けを求められゾーラのルト姫が囚われているというデスマウンテンに向かったインパたちはゴロン族の長ダルニアと戦って勝利しました。正気を取り戻したダルニアと助け出されたルト姫の話にインパは耳を疑います。水の神殿に開かれた不気味な扉から魔物が次々と生み出されていて、それにゼルダが関わっているというのです。ゼルダが悪に手を染めるはずはない。ダルニアとルトを味方に加えた一行は不審に思いながらも水の神殿に向かいます。ところが彼らを待ち受けていたのは悪に心を支配されたゼルダだったのです。Let's go.
おほ、
あっ！